皆さんこんにちは、水中家庭教師です。本日の動画でも僕がジュニア時代にお世話になった角田コーチをお迎えしてお話をいろいろ聞けたらいいなと思ってます。とんでもない数の選手を指導されている方なので、ぜひ最後までご覧ください。お願いいたします。本日はですね、選手の子、マスターズの方でもいいんですけど、調子がいい、ベストがポン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 出ちゃうって言い方か、出ても急にガクッと落ちちゃった時ってどういう対処をしたらいいのかなっていうことを聞いてみたくて。はい、なるほど。はい、調子がいいとか悪いとかっていう言葉を僕はあんま使わない。うちの選手にも言ってるんですけど、はい、調子がいいか悪いかはアップ始まるまでの話で、アップで調子を良くすればいい。要はだから、ベストが出る準備をするのがアップだから、はい、朝起きて今日はなんか肩の動きが悪いなとか、それはしょうがない、うん、だけどアップ終わって今日は調子が悪いんでっていうのはダメっていうふうに指導してる。まずそこが根本的に違うんで、うちはだから、はい、うちのチームの選手たちは調子がいい悪いっていう会話は試合会場ではない、うん、しちゃいけないように指導して、自分自身の経験でもそうだと思うけども、はい、今日調子いいなと思っててベストが出ない時ってなかったの？ありました。あるでしょ。逆に今日調子良くないなと思ってたけどベスト出る時ってあったでしょ？ありました。ってことは調子は関係ないってこと。ああ、なるほど。でしょ。はい。で、いやけど調子が悪かった時にタイムが出ないことの方が多いのは、調子が悪いからって言って途中で諦めるからなんです。あ、選手本人の調子いい悪いの感覚を判断する何かの材料があって、はい、でそれは個別に違うと思う。まあ朝いっぱい食べれたとかね、よく出れたとか、うん、そういったことも含めていろんな個別のファクターがあって、はい、でそれで判断をしてる、うん、けど泳ぎの調子ってそれでは測れないものがあるってで、例えば朝調子が良かったも良くても、アップして完璧だと思ったけど、昼寝しちゃって、セカンドアップする前に消臭が来ちゃってダメだったってこともあるでしょ。ってことは調子は関係ない、作るものだと。調子は作るものだというふうに指導してるので、はい、調子がいいから早いとか調子が悪いから遅いっていうことを捨てないと、自分の持ってる調子がいいっていうのが合ってるのかどうかっていうのは誰も検証してないし、そうです、ね、何の裏付けもないでしょ。確かに実は、はい、だからそんなものいらないじゃん。確証がないんだ。そう、じゃ調子が悪いから悪いっていう本人が思ってるから、でそれなんでそう思ってるのっていうと、いやなんか25のダイブちょっと遅かった、じゃあ25のダイブが遅かったんだったら最初の25かもしれないでも疲れるだけだから、ちょっとじゃあ25を抑えて入って泳いでもらって言ったら後半持って大ベストが出たってことも当然あるわけです、はい、だからアップの調子をアップで最終的にその状態を把握してレースプランを修正することができるわけだから、だから調子は関係ない。すごくいいことを言えた気がします。これだけで相当救われた選手は確かにいると思います。だからもう朝今日最近調子が悪いとか試合前になっても上がってこないということで悩む必要は全くなくて、むしろそのアップで合わせて、仮にアップでタイムが出なかったとしてもそれを組んだレースの展開をすればいい。なるほど。で、まあ先輩コーチから教わった知識ですけど、はい、50につき 0.5 秒はしょうがない。50につき 0.5 秒はしょうがない。じゃ逆に100で1秒速くならない、100で 0.7 秒のベストはしょうがない範囲だから褒めない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 。その代わり 0.7 秒落としても怒らない、注意をしない。50で 0.5 誤差はしょうがない。違う、はい、50、10回で10回とも全部同じタイプで泳げないでしょ。人間ですからマシンみたいです、ね、レースもそれがあり得る。なるほど。そうです、練習でそうなってるのにレースだけ特別ってことはないです。そうそうそう、分かる。だからそれを速い方の誤差にどうやって引っ張るかが、うん、アップとか、はい、ドライとか、はい、っていうふうに考えて指導すると、中学生以下は試合のノートを書いてもらって見てるんだけど、なんでアップした後にこのままレース行っちゃうのっていうことをやってるわけですよ。でもそれ目で見えるのいいですよ。それをなんとか、本当は小学校時代に教えておきたいんだけど、うちは中学生からのクラスなんで、それを今しょうがなくやってるけど、もし反省文とか書いて提出してたけど、はい、あります。野村監督が何か引用してたけど、ああ、テロップ入れておきます。
要は理由がない勝ちはあるけど理由のない負けはないみたいな、うん、結局レースでも同じだと思う、はい、だからベストを勝ちと見てベストじゃないのを負けと見たらばそういう見方もあって練習がどんなにちゃんとしててもアップをちゃんとしなければなんでベストが出ないのかをちゃんと考えさせないと、でそれが今日は調子が悪かったって思ったら繋がんないです、繋がんないターン失敗しました、なんでターン失敗したのかを考えさせないと治んないよ、ターン失敗する子のほとんどは練習中ちゃんとやってないよね。あーそうですね、僕もこれ先輩の方に聞いた知識ですけど泳ぎ以上にスタートとターンは考えてるものじゃないというか出ちゃう、練習のはそのまま出ちゃうって聞いて、練習中にサボってるところから心が、はい、本当は練習中にもターンをちゃんとやらなきゃいけないんだけどターン練習ぐらいしかやらないからそうですね、一応やるけどねもう一回確認するためにはやるけれど、まあ、普段の中でも同じものが正しくて、うちアップの中にターン練習がちょっと入ってる、あ、やってました、だからもう要はアップの中でこれは絶対気をつけろよっていうものを入れて、で、あ、そか、あとの練習でもそれを、そうそうそう、調子がいい時にベストが出てる時になんで調子がいいのとかなんでタイムが出るのっていうのを考えてない選手コーチが多すぎるんだと思います。おお、ベストが良かったな、今日調子良かったもんな、どこが良かったかな、どこ前半の泳ぎのどこが良かった、後半はどこが出るだけどベストだっていうことをちゃんと選手に理解させてないから止まった時になんで止まったか分かんない迷子になっちゃう。遅かった時ってダメだった時は結構ダメな理由って明確じゃない、はい、極端なこと言えば修学旅行で1週間泳いでなかったんで遅かったです、当たり前だよ怪我して練習してなかったんだから俺遅かったです、当たり前だよ、でそうやって当たり前のものいっぱいあるじゃん、遅かった時って。けどさ、早かった時ってさ絶対早い理由があるんだよ、早かった時におめでとうで終わっちゃうこと多くない、多いです、俺それがダメだと思ってるんだよ、かなり多いです、いやなんか自分にもすごいグサグサくる感じですけど、選手が考えられなくなっちゃう理由の、あーなるほど、なんで早かったの、なんでベストだったの、早かった理由をあぶり出してあげなきゃいけない、僕はまず選手はレース終わってビデオを見てそれから来てほしいって言ってある、で要は自分はこういう感覚で泳いだつもりだった、実際映像を見たらこうだ、それを分かった上でコーチと話さないとコーチの一方通行になっちゃう、だから来た時にはお疲れってしか言わないですよ最初は、で選手が喋ってでこうこうっていうビデオをこういうつもりで泳いでこういう感じがしてこうだってこうだってこうだったって話で、泳ぎを見てっていうとビデオを見たらそこはそこは違いました、で僕は僕でレースを見た時にこう思ったよって話をしてその中で課題を見つけるっていう形をとってる、やっぱりそのこういう感覚で泳ぎましたらコーチはこうだよだけだと足んない気がする、でほとんどねビデオ撮ってくれる親御さんが多いわけだから、はい、親御さんへの感謝の気持ちを芽生えるきっかけにもなると思ってるんで、まあ、ダウンが先でもさせてダウンしてダウンしながら振り返ってビデオを見てコーチのところに行ってアドバイスもらって、決勝に臨むっていう形が多分一番いいんじゃないかな、でそれにはやっぱりでそうやってでってコーチが聞いたときに喋れるようにしとかなきゃいけないんで準備です、自分で考えなきゃいけない、だから普段からなんで測ったの、なんでうーん、あーなるほど、そうです、もうなんで攻撃をなんで攻撃コーチがしてあげないと悪いベストだったじゃないか、おめでとうって次も頑張れよって終わったらあ、やばいやってこれ終了しないですか、終了終了ボタン押してる気がするほとんどの人がそうだと、テストが出た時に実はこの後早くなる理由がいっぱい隠れてるじゃない、まあ一言目のおめでとうはいいと思うんだけど、はい、それで終わらないことが大事で、ものすごく大事なんだけど結構見逃されちゃってるじゃない、はい、で悪い時にだからその当たり前の理由がいっぱいあるって、はい、
悪い時にぐち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 言ったところで選手もベストが出なくて引っ込んでるのにもしかしたらぐちぐち言われたらかわいそうだよね。だからダメだった時はどうだったのって言って本当に言ったんです。あ、そう、ダメだったら頑張ろうねぐらいで終わらせたいと思うかと思って、だから僕はだから逆ピンの時やってベストが出なかった時に短い。あ、ベストが出た時に短くてベストが出ると炙り出す。悪かったのはほとんど分かってるから炙り出す必要がない。実物はどう、その前日の状態からその日のアップを考えてこういう風にしました。で、あとで前日がこうやってダメだったベージュだったから当日はそれで検査したんです。で、アップの内容を考えた、はい、で結果を泳いだ結果こうでした。前日こうだったからこういうアップをしたらこうなったっていうのがまず考える第一歩じゃない。10分刻みで10分、何か食事も何も書いてる、トイレも書いてる。でそれを残しておくとどうした時に調子が上げられるのかが自分で見つけられるようなんでしょう。ルーティンを作る情報データ収集をしっかりさせるための大変ダンス大変ダンス。ルーティン調してた時は反省レポートを出すだけだったけど、はい、泳ぎも進化しているようにコーチも進化していると、例えばコーチが進化するからコーチは知識が増えるみたいな、コーチは進化しないから知識が増えないみたいな。要はタイムがずっと出てるときは、さっき言ったように何かいいことがあるならしっかりあぶり出しておけば本当の理由が分かって、もうそれは人それぞれ違うはずだから。で大抵の場合練習タイムがいいんだよ。練習タイムがいいから試合タイムがいい。だから根本的には練習のタイムを良くするために練習を中身を考えなきゃいけない。でそれの根本の指標は練習ベストを出す。練習ベストを出すことがその試合の調子にも直結局つながってる。テーパーすればなんとかなるなっていう人がいたんですよ、結構高校大学。それは戻るだけで、ああ量が抜けて、そうだから持ってるタイムにテーパーかけて戻るだけ で戻ったところで、まあ、誤差の範囲で速くなったりがあるかもしれないけど化けないでしょ。あ、そうですね。でそれの大元はジュニア時代のいいベストが出てるんだけどで終わっちゃってたことが一番の理由だと。だ僕も若い時はやってましたよ若い時はやってましたけどその中で今一番変わってるかな、そこが。とりあえず今回もこれで以上というふうに、また次回はそうですね、泳ぎのこと、例えば4泳法について少し細かく聞いて、お話聞いていけたらいいなというふうに考えてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。でも、レース終わって、コーチのところに第一声が出だったら、ちょっとビビりますよ。頭考えられなくて、もしそれでコーチのところに行って、でって言われたら、多分すげえしどろもどろになる気がする。みんな慣れるな。慣れるか。